突然なんですけど、今って大丈夫ですか？ああ、平気だけど。もし迷惑じゃなければ、私に神聖術を教えてくれませんか？神聖術を？もちろんいいけど、急にどうしたんだ？この世界って、他の VRMMO ゲームの世界とはかなり感覚が違うじゃないですか。そうだな。娯楽としてのゲーム性よりもシミュレーションの側面が強いデザインをされているからな。俺も初めてこの世界に来た時驚いたよ。神聖術を覚えるのにも苦労したし。そうなんです。神聖術って他のゲームみたいに呪文さえ覚えればいいってわけじゃないので、戦いで役立つぐらいに使いこなすには一からいろいろと覚えるしかなくって。俺は修剣学院の授業で学んだからな。初歩的なことくらいだったら教えられるぜ。それならすみませんが、お願いしてもいいですか？あ、構わないよ。じゃあ少し広い場所に移動しようか。はい。神聖術にはいろんなものがあるけど、やっぱり最初は基本となる素因について理解を深めるべきだと思う。素因？エレメントとも呼ばれているものですね。ああ、素因は全部で8種類ある。水素、熱素、酵素、糖素、風素、暗素、小素、合素だな。こいつらを状況に合わせて生成して使うんだ。例えば暗闇の中で酵素を出せば懐中電灯代わりになったりな。ふむふむ、なるほど。生成した素因は変形させることでさらに別の用途に使える。熱素を矢の形にして放って攻撃したり、酵素を癒しの力に変えて傷を治したり。本当にいろいろなことができるんですね。そうだな。あとは素因同士を組み合わせて別の効果を得ることもできるな。例えば熱素と水素を組み合わせれば高温の蒸気を作り出すことができる。さらにこれを風素で作った玉型の渦で閉じ込めれば、いわゆる蒸し器のようなものも作れたりもする。へえ、料理もできるんですね。素因を応用して蒸した肉まんも結構美味しくてさ、あの肉まんまた食べたいな。キリトさん、いつの間にか食べ物の話になってますよ。ああ、悪い。つい思い出しちゃって。やっぱりキリトさんはこの世界でも変わらないんですね。これで実感されるのも複雑だな。と、まあ神聖術の説明はこんな感じかな。ありがとうございます。でもやっぱり実際に神聖術を使っているところを見てみたいですね。そうだよな。わかった。ちょっとやってみるよ。まずはネストから。システムコール。ジェネレートサーマルエレメント。まあ、一通りはこんな感じだ。糖素だけは失敗しちゃったけどな。なぜか苦手なんだよな、糖素は。いえ、でもすごいです。さすがキリトさんです。そうかな。じゃあシリカもやってみるか。はい。じゃあ私もネッソから。システムコール、ジェネレートサーマルエレメント。どうでしょうか。すごいな、完璧じゃないか。俺が失敗した糖素や、さらには変形まで。よかったです。うまくできました。シリカ神聖術に適性があるんだな。そうなんでしょうか。なあ、神聖術は単なる音声コマンドじゃなくて、術者のイメージ力で成功するかどうかや威力が決まるんだ。だから
通常は慣れが必要なんだけど、いきなりここまでできるのは才能だな。そこまで褒められると照れますね。でもこれでキリトさんのお役に立てますかね。ああ、術者としてはもちろん、シリカがいてくれるだけで助かるよ。嬉しいです。でもそれだけで満足しちゃダメなんです。今までいろんな世界でキリトさんと一緒に戦ってきましたけど、守られてばかりだったので、これからもっともっと新生術を練習して、今度は私がキリトさんを守りますから。シリカ、すごく頼もしいよ。でも無茶したり焦ったりはしないでほしい。俺の経験上、新生術って練習ではうまくいくのに、実践ではうまくいかないことも多いからな。そうなんですか。じゃあ実際にやってみましょう。実際に？ここで手合わせをするってことか。そうだな、いいぜ、やってみよう。実戦だと炎症で焦っちゃったり、イメージを保つのが難しいですね。いや、シリカは本当にすごいよ。いきなりここまでできるんだから、自信を持っていいぜ。そうですか。じゃあ自信持っちゃいます。これからはキリトさんを私の新生術で守ります。で、調子に乗りすぎました。この世界に入るにあたって使っているアカウントが優秀というだけかもしれないのに。そうか、比嘉さんたちに特別なアカウントを用意してもらったんだな。だとしても俺は本心からシリカを褒めたつもりだよ。さっきも言った通り、新生術はイメージが大切なんだ。その能力に関してはアカウントだけじゃ補えない、シリカ自身の力があってこそだと俺は思うよ。キリトさん、そんな風にキリトさんに言われるなんて、私嬉しいです。初めてお会いした頃の私にも聞かせてあげたいくらいです。